はい。というわけで、結果が出たので、トトの予言の結果を見ていくよ。はい。今回は前ほどじゃないんじゃない？前は13分の2個しか当たってなかったけどね。さて、札幌対 FC 東京は1対1の引き分け。当たりました！やったね！引き分け当たると嬉しい。引き分け当たると嬉しいな。名古屋対横浜 F マリノスは1-5でマリノス。あ！これだ！これも当たりました。引き分けかマリノスの勝ちか。これがね、やっぱ何回予言してもちょっと分かんなかったんだけど、そうね、興味深い試合になったんだな。はい。で、仙台対湘南1対1の引き分け。おお、当たっとるで、当たっとるで。これはどうしたことや。当たっとるで。おや。はい。続いて岩田対セレッソは、あー、ここは桜子岩田の勝利を予言しておりましたが、実際はセレッソの勝ちというわけで、よいしょ、ここは間違えましたね。はい。続いて同時視聴を見ながら配信をしていた川崎フロンターレ対清水の試合ですが、これは2対2の同点というわけでした。桜子はね、清水の勝ちをね、予言していたんですよ。途中まではね、後半後半20分ぐらいか、まではね、清水の勝利なるかって思ったけれど、さすが川崎追いつきましたね。水戸対ヴェルディ。水戸対ヴェルディは、桜子は水戸の勝利を予言していたけど、ヴェルディの勝利でした。なるほど、なるほど。いやー、ヴェルディ今どうなってるのか見たいんだよなー。あの、藤本寛也選手が好きで、あと、梶川選手も好きで、かわいいよね、かわいい。見たいな。結構最近、スタメンで出てますもんね。続いて、千葉対甲府は、桜子は、千葉対甲府は、あ、千葉の、あ、間違えた。千葉の勝利を予言していましたが、甲府が勝ったと。なるほどね。あ、やばいな。間違い続いてるな。横浜 FC 対鹿児島は、桜子は横浜 FC にかけてて、見事正解。5-1。すごい、すごいな。いやー、見たいなー。ここも、あ、もうなんか、横浜 FC の選手、花ある選手多いですよね。絶対見てて楽しそうなんだもんな。続いて、京都対福岡は1対1の引き分けでしたが、桜子は、あ、京都が勝つとしてたと。そっかそっか。なるほどね。続いて、徳島対琉球、6-1。すごい差つきましたね。6-1。で、おぉなぜか桜子、ここは相手の引き分けを選んでおりまして、外してますね。おー、そうなんだ。徳島すごいな、6得点って。琉球の守備がなんかあったのかな。新潟対金沢は2-3。金沢勝利。あー、桜子は新潟の勝利にしてる。あー、ダメだよ。あれだよ、最初の3試合しか調子よくないよ。岡山対町田は、あ、お前町田勝ってる、よかったね。でも桜子なぜか引き分けを予言してる。予言だからな、予想じゃないからな。自分でもどうにもな。愛媛対大宮5-1。愛媛5点。これも引き分けにしてるな。あ、愛媛すげえ。
あ、さ、なんか最近調子良いというのをふわりと聞きましたが、そういうことですか？大宮相手に5得点。ファーファーですな。ファーですな。よいしょ。これちょっと、なんか急にここに丸をつけたのはなんで？なんでここに引き分けを書いたんだろう。ややこしいが消しとこう。はい。というわけで、こんな結果でした。13分の4! よかったね。まだね。まだ10、あ、ホス編細くなっちゃった。13分の4。の結果でしたー。なるほど、なるほど。当たらんなー。でも引き分けを2試合やってたのは、すごい頑張ったように思いますが。続いてのトトヨゲンもまた、頑張るぞい。